皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日はたまたま流山おたかの森駅に来ていたんですが、先ほどですね、つい先ほど、この駅で東武アーバンパークラインの、人身事故が発生してしまいました。その模様をですね、皆さんにお伝えいたします。でこの映像をお届けする意図としてはですね、沿線の皆さんがですね、かなり大変な思いをされております。その人身事故発生原因の方、どういった状況があったのか分かりかねますが、その影響によって大変多くの方が、かなり大変な思いをされているというのがですね、少しでも動画で伝わり、同じようなことが二度と起こらないような世の中になってくれればなと思いまして、作成をさせていただいております。よろしくお願いいたします。私自身発生してしまった駅に居合わせたのは、人生で初めてという形になります。現在の時刻が16時ちょっと前ですね。先ほど15時28分頃ですね、この駅発の各駅停車の柏行きの電車1万系の車両で、人身事故が発生いたしました。その影響で現在東武アーバンパークラインは、柏と運河の間の上下線で運転を見合わせ、この時間の時点では運転再開見込みは未定というふうになっておりました。そして駅前には消防車やパトカーが数台いるような状況になっております。まだ現場では負傷者の救出活動が行われているという状況です。列車は柏行きの電車が流山大高の森駅に進入するタイミングで、急ブレーキをかけて、一部の車両の一部がですね、流山大高の森駅にこう入っているという状況です。列車の行き先表示はまだ各駅停車柏行き、普通柏行きという表示が、出ているままになっております。そして現場にはブルーシートがあります。今まさに救出活動を行っている状況だと思われます。現場付近はまだ立ち入り禁止のテープ等はされておりませんでしたが、この後警察が到着し、周辺ですね、立ち入り禁止の黄色いテープが貼られることと思います。現場は流山大高の森駅付近の踏切近くで発生しています。列車の一部は今流山大高の森駅に進入したところで停車をしております。そして車内のお客様ですけれども、先ほど乗車されている皆様、ホームに先頭車から後車をすでにし終わっているという状況になります。なお運転再開は17時ごろを予定しております。運転再開は17時ごろを予定しております。また現場の状況によりまして、運転再開時刻は前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。運転再開は今の予定ですので、あくまで日本に5時ごろ見込んでおりますが、現場の状況によりそれよりも長引く可能性がございます。先ほどは行き先が普通柏という表示になっておりましたが、現在は車両の電源が完全に落とされております。学生や会社員の方が徐々にですね、駅に集まってきておりまして、運転再開を今か今かと待っております。
当初は17時の運転再開予定でしたが、17時30分頃に変更になっております。そして電光掲示板は15時28分柏行きと32分急行柏行きの表示が出たままになっております。おそらく運転再開後、急行電車は各駅停車での運転に変更がなると思われます。大宮方面の電車につきましては、運河行きと大宮行きの表示が出ております。そしてこちらが駅前のバス停かと思われます。この駅からは江戸川台駅や南流山駅に向かうバスが走っておりますが、タクシー乗り場も含めてかなり多くのお客様が列を作っておりました。今はそれほどでもないですが、先ほどまではかなりの行列となっておりました。だんだんと周りは暗くなってきております。先ほどまで電源が落ちていた当該車両は今回送の文字が出ております。そして近くの踏切は今封鎖されております。音は鳴っておりません。警察や消防等が現場に到着しております。そしてこれが踏切付近からの映像ですが、今当該列車が運転を再開しました。ただお客様は乗せずにそのまま回送として車庫に向かうものと思われます。17時35分ごろですが、ようやく改札がオンの状態になり、待っていたお客様が一斉にホームに向かっています。もともと急行柏行きだった列車は各駅停車の柏行きに運用が変更となっております。そして一駅手前の初石駅でずっと急行柏行きはドアを開けた状態で待っていたということです。その電車が今各駅停車の柏行きとしてまもなく流山大高の森駅に到着すると放送がありました。大宮方面の電車もお隣の豊敷駅でずっと待機をしていたという状況です。こちらは柏行きの一番電車の様子です。つい先ほど運転を再開しました。そして遅れ時分ですが、約120分遅れで急行柏行きは各駅停車柏行きに変更となり、この大高の森駅に今到着しました。大宮方面も今電車発車しましたが、電光掲示板次の表示はなぜか回送という表示になっております。人身事故が起きるとこのように、様々な方が大変な思いをする事態となってしまいます。この動画を見ていただいて、こういった事故が1件でも2件でも減っていただければと思います。この動画役に立ったらいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご乗車ありがとうございました。いらっしゃいまして、ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again.